社長の本音を代弁させていただきます。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。かつての会社組織は従業員を使う経営陣と従業員の間に大きな溝がありました。だから明確なピラミッド構造が出来上がっていたというわけなんです。会社組織の中で一番権力を持っているのは社長、そして社長の指示命令で仕事をするのが従業員。そこで今日は変わりゆく会社組織の現状について分かりやすく解説します。労使関係、この言葉をご存知の方はおそらく50歳以上の方だと思います。労使とは労働者と使用者のことで、両者の関係のことを労使関係と言いますが、最近ではね、すっかり耳にしなくなりました。労働者の定義は労働基準法9条によれば、職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われるものとされています。労働組合法3条でも職業の種類を問わず、賃金、給与、その他、これに準じる収入によって生活するものと定義されています。一方、使用者、これって何だかといえば、労働基準法第10条によれば、事業主または事業の経営担当者、その他、その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべてのものと定義されています。社長など経営のトップのことを指すと思いがちですが、課長とか部長のようなポジションでも一定の人事権があれば広い意味で使用者に当てはまることがわかると思います。今まで私は取締役など経営陣だけが使用者だと思っていましたが、労働基準法によれば管理職も含まれるということなので、まあ、ここ十分注意してほしいと思います。このような関係を労使関係と言いますが、多くの経営者と話をすると年々労使関係が逆転しているとでも言いそうな人が多くなってきました。私も経営者なのでその気持ちはよくわかります。会社にまつわるあらゆることの決裁権は経営者にありますが、働き方改革、人材不足、これ売り手市場ですね。これが顕著になってくると、経営者がだんだんと小さくならざるを得ないというのが現実です。今始まった話ではありませんが、かつてのように毎日残業があることはもう稀になってきました。忙しくてもなるべく残業をするなという時代だから、従業員は意外とですね、これ大変なんです。しかし効率を作る仕事ができる環境を提供するのは経営者の仕事なので、時間内に仕事が終わらないのは一概に従業員のせいとは言えないわけなんです。従業員もできることなら残業はしたくない、土日休みの完全週休2日制がいい、さらには週休3日制を導入した企業まで登場しています。若い人たちは完全週休2日制は当たり前です。できることなら週休3日制の方がいいという人も増えてきています。残業や休みに関しては政府が推奨しているので、今後もますます休みは増えて、ますます残業が減るというのが、まあこれが趨勢になると思います。さらに人材不足が加速すれば、経営者は仕事量をこれセーブしないといけないです。人材がいれば残業をしてくれれば、休日出勤してくれれば、もっともっと仕事を受注できる。だけど人材がいなければできない。しかし従業員に無理を言えば辞めますってことになるわけです。これがですね、売り手市場のですね、なんといっかね、困ったことなんですよ。労使関係の逆転現象は残業とか休みのことだけには終わりません。ちゃんと教えてくれない上司が悪い、営業マニュアルもないなんて考えられない、今時飲み会ですか、社員旅行は必要ないなど従業員からは好き勝手に言われ、従業員の顔色を伺いながら経営に当たっているのが本当のところじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね、きついこと言えば辞表っていうね、これ切り札があるわけですよ。そして辞表を出しても売り手市場なんで、まあ次の職は簡単に見つかるかなっていうね。まあ、この他にもね、実はまだまだあります。社長がコンサルのね、まあ我々のようなコンサル会社の導入を勝手に決めたとしましょう。まあ従業員はね、社長勝手に決めないでくださいよ。やるのは私ですよ。また仕事が増えるじゃないですか。と言われた人もいます。
まあ、そこで他のね、案件は事前にこれについてどうも君たちの考えを聞かせてほしいと従業員の顔を立てて聞けば、これは私たちの仕事じゃないです。社長が考えるべきですよと言われる始末。そして社長の判断が会社の命運を左右しますからね。まあ、こんなことまで言われるわけですよ。もうね、社長なんてやってらんないよってね。生まれ変わったら二度と社長をやらないっていうね、社長もね、今結構多くいます。労使関係がね、逆転現象の中で悩み多き社長はどんどん増えているんではないでしょうか。まあ、そんな中で、経営者団体ね、これもちょっとやはり買わざるを得ないってことでしょうね。うん。ただ経営者が集まって、何かね、情報交換したりとか、その後ね、懇親会やったりとか、まあそれも非常に重要なことなんですけども、やはりこういった人材だとか、まあ以前も言いましたけどね、マーケティング、DX、インボイス制度、さらには後継者問題とか、BCP とかいろんな問題が今、経営者の周りにはあります。この経営課題を、ここ一つずつね、情報交換しながら勉強していって、自社に取り入れていく。こういった、まあ、経営者団体が非常にこれから求められるんではないかなと思います。そういった意味では、私が所属している、中小企業家同友会。これ非常にですね、いい団体だと思います。まあ、情報交換とかね、仕事のね、発注受注とかそういうことではなくって、経営の課題を全員でね一緒に考えて解決して自社に取り入れていきましょうということになっておりますので、当然ですねもう先に、経営課題を解決してるっていう先輩経営者いますので、そういった人の話を聞けばですね、あ、なるほど、こういった手順でやればいいのかとか、こういうところに気をつければいいのかっていうことが分かりますので、リスクはですね低い感じでこうやることが経過での解決をすることができると思いますので、こういった有意義な経営者団体に加入されることを私はお勧めいたします。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な角度から、必要な情報をピックアップして週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会にご登録をよろしくお願いいたします。